アルブレヒト二世は、メクレンブルクシュベリーン公。スウェーデン王も兼ねたアルブレクトの父。また、北欧三国の君主を兼ねた、エイリク・アポンベルンの曽祖,祖父でもある。父は、メクレンブルク公、ハイン・リヒ二世。母は、ザクセン・ビィッテンベルク公アルブレヒト二世の娘アンナ。百二十九年、父・ハイン・リヒ二世の死に伴い、領土を、弟のヨハン一世と共に、 創三1348年に神聖ローマ、皇帝カール4世によって皇爵に少女され、1352年に、領土を分割、ヨハン1世に、シュタルガルトを、分与。自らは、メクレンブルクの広大な西部地域を保持し、1358年に、シュベリーン一体を獲得した後は、シュベリーンを、皇爵の居所とした。百三十六年、スウェーデン王女。 エウフェミアと結婚した。彼女の父は、スウェーデン王マグヌス3世の次男、エリク・マグヌソン。母は、ノルウェー王法ン5世の娘インゲボルグであり、兄マグヌス4世はその縁で両国の王に即位した。アルブレヒト2世もこの隕石関係をもとに、スカンディナビア半島に地方を築き、1362年に、デンマーク王バルデマー4世の長女、 インゲボート長男のハインリヒと結婚させた。二人の間に、アルブレヒとマーリア等の孫が生まれたが、マーリアは1380年に、ポンメルンコーブラティスラフセ世と結婚、エイディークを生むことになる。一方、スウェーデンではマグヌス四世が、スウェーデン貴族の争いに敗れ1364年に、退位した。マグヌス四世には次男に、ホーコン六世がいたが、貴族たちは、 彼の即位を阻止すべく、アルブレヒト2世の同盟の次男を、スウェーデン王に選出した。1379年に死去した。それから10年後の1389年に、アルブレクトは、デンマーク軍に敗れて敗位され、エーリクが1397年に即位することになる。エウフェミアとの間に5人の子を設けた。ハインリヒ3世デンマーク王バルデマー4世の娘、インゲボーと結婚。 娘マリアは、北欧三国の王となった、エイリク・アポンベルンの母。アルブレヒト三世スウェーデンをインゲボルク、ブランデンブルク先帝公、ルートビヒ三世と結婚。死別後は、ホルシュタインイコールレンズブルク伯ハ,ハインリヒ二世と再婚。アンナ、ホルシュタイン・キールハークアドルフ九世と結婚。マグノス一世エウフェミアの死後、アーデルハイトフォン・ホーエンシュタインと再婚したが、 怖なかった。ありがとうございます。